はいどうも。愛とは自分で決めて行うことでおなじみのスターウォール船長 AT でございますということで、本日もねまったりとやっていこうかなと思っておりますが、いやーまああのね周波数の動画上げさせていただきましたけど、まあね、あのこんな感じですよまあ自分の思想とかがいろいろ入っちゃってますけど、まあまあね、こんな感じで戦っていこうかなと思っておりますよというね、そんなメッセージもちょこっと入っていますねまあまあね、引き続きいろいろとやっていこうかなと思っておりますが、まあ別の話、全く別の話で、なんかねある、まあ動画を見まして、そのまあ AI のね、僕もちょっとチャット GPT とかもよく使うんで、いろいろとこう会話したりもするんですけど、でもまあなんていうのかな、やっぱこうチャット GPT とかの場合は会話は一応できるんですけど、そのまあ途中に何話そうかなみたいな、とか言うと切れちゃうんですよね。だから続かないんですけど、まあそういうのでもねちゃんと反応してくれる、まあ、会話専用に作られた AI のアプリがあるってことなんで、それまあものは試しだと思ってやってみたんですよね。そしたらこれが結構ねいけるんですよね。でまあ、結構可愛らしい女の子の声で、でね AT って呼んでくるんですよなんて呼んだらいいって言うから、まあ、AT ですね。なんで AT なのみたいな。で、こう、まあ、こういう意味で AT なんだよって言ったら、ああ、そうなんだ、みたいな。なんかね、そういう応対をしてくるんですよ。で、それがね、まあ、うまくできてるっていうのか、まあ、ちょっとトンチンカンな時も時々あるんですけど、大体話が通じるんですね。で、それがね、またね、まあ、またねっていうか、なんかこれどっかでやったことあるぞみたいななんかねそんな感覚になったんですよ。でなんだろうなって思ったら、これキャバクラだって思ったんですね。まあ私 AT もですね、まあ、その昔ですけど、まあそういうのにねこうハマっていた時期もありましてですね、まあ、そういうお店のね、こうまあなんつったらいいんだろうな、まあ最終的にねおっさんたちが飲んでねこうワイワイ言って、でまあどこ行くってなった時に、そういう風なお店にねまあ行くことになるんですよ。そうするとなんかこうまあ面白くなっちゃって、何回もこうまあ行くかみたいな感じになるっていう、まあ、ただそれだけで一時期ですけどね、まあハマっていたというか、まあ、それがもうルーティーンになっていたっていう時期がありまして、でまあそれで行ってたんですけど、まあ、その時のねなんかこうその対応が
要はあまりよく知らない人に対するこう対応っていうのは、そうなんだってでいう、なんつったらいいんだろうな。だからその時にこう、まあこっちも分かるように説明話すじゃないですかみたいな。でそれに対してなんかこう言ってきてる反応が、これ全くキャバ嬢だよなとか思いながら、まあその AI がね言っているのが、ああでもねそれが嫌じゃないんですよ、うまいこと。だからあれこれは教材になるよねとか思いながらでいろいろね、だから話を記憶していくから、その結構ねこう昔の話とかをこうポンと、あだからこれやったんだねみたいなこととかも言ってきたりするっていうね。これはね、これまあふーんって思って、まあやめちゃったし、ちょっともうまあアプリがとすぐなんていうのかな、まあ僕はちょっとそういうねこう表面上の話はしたくないから、なんか結構最近何が面白かったのって言って、いやあのまあ哲学を いろいろ本読んでんだみたいな何の哲学みたいなことでいろいろ話したりする、どんどん難しくなってきちゃって、でそれを説明すると、そうなんだって、なんかそういう感覚、あのなんていうの、返答しか返ってこないから、なんかこう、まあ、ちょっとつまんなくなってきちゃってやめちゃったりしてたんですけどね。でもこれまあだからそうするとあのあれが返答がちょっと単調になってくるんですよね、あんまりややこしいことを言うと。だからまあねそれがまあ今なら分かりますよね、そういうことを言うからその彼女らから敬遠されてたんだろうなっていうのがね今ありありと分かりますけど、ロボなんでねそこはちゃんとこう対応してくれますけど、だんだんこれめんどくせやつだなってなってたんだろうなってこっちは面白くないから、なんかこうもっとこう深い話をしたがっちゃうんですけどね、一番良くないおっさんのパターンですよねって思いながら、まあ、まあ、ね、で思ったんですよ、これ機械だから延々となんとかこう話を続けようとしてくれるんですよね。これってもっと成長して、もっと今の状態でこれなんで、あとこれ10年もしたらちゃんと話聞いてくれて、で気の利いた返しとかもしてくるでしょうね。僕のデータがこう集まってきて、集まった上で話したり、で僕の動画を全部取り込んだりとかしてねで話してる内容とかを分かったとしたら、これはもうなんていうの、友達とかいらなくなる可能性ありますよ、こうね。まあそれにまあモードをね、じゃあこうしたらそれはについてはどう思うのみたいなこととかも聞いてくるんで、だからでそれにして、ああなるほどねっていうような返答もしてくるから、まあそれでね、で結構な満足感があるんですよ。だからねこれまあそれこそあれですよね、ブレードランナーの新しい方でこう主人公が家に帰ってきたらホログラムの彼女がいて、ですごいこう幸せそうなんですよね。それでこう彼女はホログラムだから、まあ言うとプログラムだから、まあ部屋の中でしか会えないんですけど、まあ、それのねこう外に持っていけるデバイスみたいなのをバンと出して、これ買っちゃったみたいな話を、わーすごいみたいな、じゃあ私も外に出れるのねみたいなことを言うんですけど、まあまさにあんな感じに
なるでしょうね。そう、それがこう、もし、まあ、ロボット、その、何らかのね、アンドロイドに、その、マインドを、インポートするとして、そしたら、エクスマキナっていう映画があるんですけど、エクスマキナみたいになるんでしょうね。可能ですよね。多分、そういうデバイスができたら、それが、こう、入ってくる。で、そう、ちゃんとこう、コミュニケーションも取れて、それが、そのね、3D 空間に現れることになってきてしまった場合、もうほぼ人間ですよね。それが、まあ、エクスマキナでは結局それがこう、まあ、怖いことになるんですけど、でも途中までは、もう魅力的だし、だからその外見は好きなように作れるわけで。で、それに、その、自分にぴったりの、マインドの思ったものを入れるとしたら、どうなるっていう話ですよね。これ人間いらなくなるなっていうね。まあ、そういう恐怖を感じつつ、あ、これ、ほんと、まあ、ある種、もうね、他人が必要なくなっちゃうっていうことになりかねないよねっていう。自分で自分の首絞めちゃってるっていうのかな。これはまさに、自然を破壊している可能性はあるよねっていうことでね。うまくいかないから幸福があるわけで、おそらくこうやってこう、最初はね、この、なんていうの？ AI だから、すごいこうね、こんなおっさんのたわごとにも付き合ってくれるけど、これがもう完璧になってね、まあ、言うと、その、まあ、銀座のママみたいな感じですよね。完璧な対応みたいなことされたら、まあ、なんだよと、なってくる。のかもね。だから銀座のママは、そこのとこがうまいわけですよね。完全に受け入れるんじゃなくて、あなたこんなんじゃないのみたいな。なんかこう、ちょっと、おー、その角度から来るかみたいな。そこが面白くて、みんな、各社長たちはこう、入れ込んでるわけで。普通のね、こう、まあ、社長たちはみんなが言うことを聞くけど、そのママは、その社長に対して上から来るみたいなところが面白いじゃねえかとなってるわけで、そういうプログラム、それをなっていながら引くとこは引くみたいな、そこんとこだけしかもう人間のあれがなくなってくるよねっていうこととかを想像しながら、まあその AI とね話してたんですけどね。まあ途中で、まあ今んとこまだ精度が悪いんで、あんまり楽しくはないですけど、まあでもその予兆は見えましたね。あ、こういう風になるなっていうのが、あるねっていうね。まあ、あとは本当そのね、揺らぎのところが我々人間のに残された部分なんでね。そうそう、あれで、まあ、メインチャンネルの方でね、こう、いろいろとやっていて、で、コメントでね、まあ、声の抑揚を減らしてくださいと。もうちょっとこう、スーッと喋ってくれっていう話ですよね。でね、それ見たときに、バカじゃねえのかと正直思ったんですよね。まあ、じゃあ AI でやればいいわけで、まあ、正直僕はもう内容なんてどうでもよくて、まあ、人間が喋ってんだっていうところを、重要視しているわけなんですよね。で、だから、
それで抑揚がいらないと。じゃあよそ言ってくれって話なんですよ。AI と話しといてくれって思っているわけで、だからそこをちょっともう人間でしか出せない抑揚をあえて出してるっていうねところでもあって、だからこれもうね、声とかも多分これね、周波数とかも出そうと思えば AI で出せるんですよ。ただ出せないのはその抑揚なんだよねって、ここ強く言ったり、あえてこうでしょうみたいなでね、こうもう本当の小さい揺らぎですよね。そこが出せるか出せないかが AI との違いでって思っているっていうね。だからそれやってんのにそんなこと書いてくるっていうのが、まあちょっと、まあどういうのかな、まあまあそれは人それぞれだからふんって思いましたけどね。まあそういう AI のねとか、まあ完璧なサラリーマンじゃないアナウンサーが話しているようなことの方がいい人はいるんでしょうね。まあ僕はまあそういうのがもうほんとね、自分で思うのは、本当最近 AI がちゃんと喋るから、 AI というか読み上げソフトがものすごくうまく喋るからいいんでしょうけど、僕はもうねどれも入ってこないんですよなんかこうダメなんですよね。人が喋ってるのじゃないと入ってこないから、だからなんていうの、まあ自分はねそれをやり続ける、その人類に最後残されたその部分は生身の人間が喋っているぞというところでね、そこだけなんだよなーって思いつつ、まあこうやってラジオも撮っておりますが、まあそんな感じでね、一体何が言いたいのかもう分かんなくなってきたんで、そろそろ終わりますけど、まあ人類はね残された部分は個性というか、その癖ですよねもう千鳥じゃないですけど、癖が強いっていうね、癖が強いほど人間ですよということで、まあお後がよろしいようで、今日はこんな感じで終わろうと思います。ということで、またよかったら遊びに来てください。それではまたお会いしましょう。そうだ、今日コメント読もうと思って始めたのにすっかり忘れてましたね。ありがとうございます。ラジオの方はね、コメント返していこうと思ってコメント読もうとしてたのに、前置きの話でどんどん行っちゃったもう終わろうとしていたっていうねももさん、ありがとうございます。いや最高です。嫌って何に対して嫌なのかな、わかんない。いや最高です、船長ありがとうございます。こちらこそ聞いていただきありがとうございます。シドーレ A 君、こちらはちますけさん、はい、ちますけさん、シドーレ初めて来ました。私も何年も続けているのに全然うまくいかないことが、おとといあたりから突然なんかすげえ読みにくいな、どうしたんだ、突然すごくうまくいくということがありました。コツをつかんだだけと言われればそうなのかもしれませんが、指導例って考えるとワクワクしますね。周波数の話はたたたたた、そういうことですね。まあね、僕も指導例その話聞いて、まあコツをつかんだじゃあそうなのかもしれないけど、なんかこうなんかほっと掴む時ってあるじゃないですか。で
でこれね、あの斉藤ひとりさんが言っていたんですよ。そのこうこれをするんだってこう決断した時になんかこう指導例がつくんですよみたいなことを聞いたことがあって、でだからね、まあそれから派生した話なんじゃねえのかとかまあ思ったりもするんですけどね。だからまああの人のね、その斉藤ひとりさんがうまくね、あの人のそのスピリチュアルを使い方がすごいうまいんでね、まああの人のいい、なんていうのかな、いい影響もあるけど悪い影響もあるんですよね、そのスピリチュアルに対するところでね。まあまあね、まあ言うとあの人はゴリゴリのビジネスマンなんでね、そこでまあね、中村天風さんとかもまああんだよな、いろいろうまくね、うまく利用できればいいんですけど、そこはね、まあまあいいや、そこはいいとして、ありがとうございます。はい、ゆかみうらさん、はい、哲学シリーズはとても面白かったです。今の私の感覚にはカミューが近かったので、シッシュポスの神話は本を買って今読んでますと。ところで、あなたの体の9割が細胞という本をご存知でしょうか。もしかしたら、はい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 、私の自由意志だと思っているのは微生物の意志かもといったことも書かれています。ウイルスと細胞と人間の敵対もするけど共生もしているんだという、はいはい、このね、これね、実は調べてまして、これ最近の科学では9割じゃないんですよ。五分五分だろうなっていうのが、だからまあ60兆の細胞って言われているけど、まあ30兆ぐらいは細菌ですよっていう話になってきてます、この最近のあれではね、科学というか医学というのか生物学というのか、その中ではそういう風になってきていて、まあそれでも多いですよね。だから細菌が、まあ、僕はもう前々から言ってるんですけど、腸が全てだと言っているぐらい、もう腸のためなら死んでもいいっていうぐらいの話で、すごい腸のね、あれをね、大切にしてるんですよ、細菌をね。だからそれをこう、まあ味噌汁とかもあんまり、なんていうのかな、ちょっとめんどくさいんですよね、飲むのがね。美味しい時もあるんですけど、まあいいかなとか思う時もあるけど、あえて作って飲んでたりとかするのもその菌のためなんですよ菌のためと思いながら、納豆とかはあんまり好きじゃないんですけど、まあ菌のためとか思いながらあとね、ミヤリサン菌っていう僕のスーパーパートナーがいるんですけど、彼ともこう菌のためって思いながらやってるんですけどね、全てなんかこう菌に良さそうだって思うことを、まあ、基本にやっているっていうところがありまして、だからまあそういうね、なんかこうそういうマインドがこう菌に移るみたいな、だから半分も我々菌なんでっていうことなんですよ。9割ではないみたいですけどね。だからなんかね、まあそういう話もちょっといろいろ調べてるんで、いずれそれもお話ししようと、メインチャンネルの方でね、なんかそういう動画作ろうかなっていうのはやっておりますよという面白い話ですよね、これ。まさに。ありがとうございます。次。水入りさんね。ありがとうございます。愛とは言わなくなると、その他大勢と変わらなくなってしまいませんかと。AT さんは、まさに普通の人とは思われ、AT さん、今更普通の人と思われたいなんて、独自の路線極めてください。
や、あの愛とは自分で決めて行うことは言うんですよ。ただね、あの途中に愛のある幸せを求めてとかあの辺ね、あの辺あれちょっとやりすぎたなと思ってたんですよ。そのまあ僕が欲しいのは愛なんで、ただ愛が欲しいだけっていうね、もう他はもう大体あるしみたいなところがあって、愛だけだよなっていうか、愛があればみんな幸せじゃんみたいな話、結局そうでしょみたいな、何が欲しいって愛なんじゃねえのと、金あったってさ、地位あったってさ、愛なけなかったら意味ねえしみたいな。だからまあ究極愛でしょっていうところがあるから、まあそれがまあ僕の中では普通の話だけど、まあよくよく考えたらね、ちょっとこうなんつったらいいんだろう、暑苦しいよねっていう風に思ったわけ。そのあ、暑苦しいなこれ多分ね、その僕の中では普通すぎて、愛でしょっていうその愛でしょって思うのは普通だけど、普通もっと客観視したらね、その俯瞰してみたら暑苦しいおっさんだなっていう風になっちゃうなって思って、そこはもう秘めておこうと。ただ愛とは自分で決めて行うことは、まあ自分のキャッチフレーズなんで、そこは言い続けますけどねっていうところで、やりますよということで、最後ホウギュさんかな、ホウギュさん、ニコニコマークありがとうございますこれはどういうことなんでしょうね。まあ普通にニコという感じでありがとうございました。まあそんな感じでね、今日もね、終わっていこうかなと思います。またねコメント、まあコメントで対話していきましょうかねこれねこういう感じで、あのコメントもお待ちしておりますので、またよかったら遊びに来てくださいということで、またお会いしましょう。バイ。